の、はい、の店三木ですす杉の一枚板になります樹齢が、ね、高くて木目が、ね、動いていて年輪が細かいいい木ですね。動いてる木が、ね、前面にの、えー、っててそしてその両サイドに白田がそうですねあの末口の上の方はちょっとね白田が多めで元口にく、ねえー、るに従って。 えー、白田の方もこう幅少しね狭くなりつつ株が張ってるのでねあの根目のね、えー、雰囲気もこう出てきてる感じなんですかね塗る前の状態でもこれだけ濃くね、えー、赤みが出てるのでオイルでねどれくらいまでこう赤みが出てくるのかなっていうのはすごい楽しみなところでその中でもねまたこういう、ね、ちょっとこう黒っぽいところとか このグラデーションがね、今のこの時点でも少しこう見えてくるんでね、面白いですね。木目はね、今の段階では、こうね少しこう目を凝らして、ちょっとこう近づいて、こうだ少しね、こうよく見える感じなのでね、それで見ると、やっぱこう結構ね、動きがあって、躍動してる感じがしますね。サイズの方がですね、長さが2350ですね。そして が末口なんですね、えー。こっちの上の部分がね、えー、狭くなって、この一番端の部分が500です。そしてまあずーっとねあとはもう少しずつ広がっていって、真ん中のあたりが640あります。そしてさらにね、えー、広がっていって、最後の部分はこう株が片側ぐっとね広がって、そこが一番広くて。 えー、ですね1 3あります。一番下の部分は、ね、1ーちょっと超えてますねそういうふうなね、えー、板ですね、まあ、だいたい狭いところ500ぐらいなんですけど使う感じの,あの用途でいくと、まあ、だいたい600ぐらいからで真ん中よりこちら側によるとね、えー、テーブルサイズのね8 0ンチ、9 0ンチっていう広さでねそういう使い方ができそうなね、えー 幅の板になってますね厚みの方が4 8ミ、mm、リになりますのでがね本当に細かいのとまああとは原木の時点でもねまあ、小口からこういうシミとかもこう入ってきていわゆるそういうねあの何て言うんでしょうねかっちりしたこう和風建築とかに使う。 材料となるとね、えー、もしかしたらこう省かれてしまうようなね、えー、ものなのかなと思うんですけど一つの作品という風にね見るとやっぱりこれはこれで一つ一つそういう証しが刻まれたものと、ね、してこう見えるんじゃないかなと思いますねここはパテ埋めをしてまああの朽ちたところをね少し整えてたりしてますねこの辺も、まあ、塗ってそんなに違和感なくなればねいいんですけど今のジェンダーすごい、ね、いい感じになってますね 耳の部分もね、えー、シワがのってて、やっぱり、あの、老木感というかね、あの、高樹齢の、こう、木が出てる木のね、こう特徴がやっぱ、皮にもね、しっかりこう出てるんで、その辺も楽しんでもらえるかなと思いますね。この辺もね、シワがあって、まあ、要所、要所ね、こう。 しわが傷ついてた部分がやっぱりあったんですねこういうふうに削れたところなんかはあの剥がれちゃったりとかあのささくれたりとかねそういうのが少し目立ってたところだったのかなと思いますねそういう部分をこう少し整えながらなるべく現状のね状態であまり大きくね形を変えずに、えー、今の段階ではね仕上げることができたかなと思いますねそれではね、えー、オイルの方を早速ね塗っていきたいと思います反対にしててーーから塗っていきますじゃお願いします キューラーの方を、ね、今塗装終わりました色がねだいぶ様変わりした感じで清表よりもねキューラーの方が赤みが多いのでね、えー、だいぶこう赤みの幅が広くなってそして木目もね清表ほどではないにしてもやっぱりだいぶやっぱり動いてる木目がすごくね多くてこれはこれでねやっぱり見どころたっぷりのね木目がね乗ってていい感じのね雰囲気になってますね。 どうしてもこう木裏の部分ってあの表面よりはあのこう坂目が立ちやすいのでこういうふうにねあの塗ってるんだけどちょっとこうあの塗りムラみたいな感じにね見える部分があるんですけどまあこの辺もあのオイルの場合だと少しこう時間を置いて1日経ったりするとですねまあ,あ,のある程度こう馴染んでムラが消えたりもするのでね そういったところで、えー、あまり今の段階ではねそんなに気にするところではないかなと思います。ここの部分がね、あのー 大きくね、パテ補修をしてるところですね、平らにはしてなくて、本当にこうボロボロになったところだけをもう止めてるっていうね、最低限の部分なんですけど、パテ埋めの,あの処理もね、なんか雰囲気あって、いい感じであの仕上げができてるので、こっち目をね、う見て楽しむっていうのは、十分あのいいのかなと思いますね、木裏もすごくね、面白い景色が出てるし、全体的にはどうでしょうね、5センチ、10センチくらい、木表よりはね、広く使える感じなのかなと思います。 はい、えー。清の方はね。以上になります。あとはまたひっくり返してえー。木表の方を塗っていきます。 どれぐらい、ね、赤みの色が、まあ、濃くなるのかなっていうふうにね、えー、思ってたんですけど今ね塗ったばっかりでもうちょっとこっから明るく落ち着いてはくるかなと思うんですけど塗ったそばからねその色がねぐッと出てきて、まあ、その辺をこう塗りたてを一番ね楽しめる、あのー、こう感動の部分かなと思いますねもう本当に一気にね、えー、木目が出てきてそして色もねぐッと、えー、ピンクになったり真っ黒になったりね えー、これはこれでこういうふうな感じでね木目とグラデーションがすごいですねあの薄いところとこの赤みのね色の濃いはね濃い部分にしてもこう薄いところと濃いところがかなりね、あのー、違いがあってそこからこう木目がねこの動いた木が塗ったことによってまた一気にねぐっとこう目に入ってきて本当にかっこいいね板になってます。 塗ってね、ちょっと目立たなくはなったんだけどここね、3か所もともと木を、ねえー、市場で業者さんがそらくここに反りをね、えー、止めるために板をね、えー、製材後に打ってたんでしょうね、釘をそれの釘の跡がそのままね、えー、見えてるんですけどそこはまあ切り落としたりしないでそのまま今回はね、ちょっと見せることにしましたそういうところもね。まあ、うん、あの今塗ってみてみ えーまあ、よく見れば見えるみたいな感じになってて、まあ、これもこれで、えー、景色ののつにはなるのかなるかと思いますねこういう色の出方がする杉となるとね、和風建築の中ではね、和室の中の部材という風な感じで考えると、主張が強すぎて、そしてあの他の、ねえー、柱の中で、あとは、えー、造作材の中で。 一つ,二つこういうのが入ってるだけで主張しすぎてねやっぱそこが嫌われてしまうあのゆえんだったんじゃないのかなと思いますね個性を隠してねえ全体の中の一つのこう部分として役に立つっていう部分ではねやっぱ省かれてしまう,えーこうひねくれ者みたいな感じのね板なんですけどやっぱりこの一つをねあの主役に挙げるとなると本当に個性たっぷりでねそしてその中でね こういうのが入ってたりこういういのがあってね、まあ、ここは、ね、補修したりとかねそういう部分があったりとか和風建築の杉の、えー、検定試験みたいな感じで一つ一つを、ね、採点すると全部もう本当に減点減点みたいなね、えー、ところであるんですけどそれがもう本当に真逆の使い方、ね、そして、えー、そういう見せ方というふうな、ね、感じで捉えると。 もう一気にそういった部分が武器というかね、えー、主張してそのそのれをね、えー、逆に目をね楽しませて見入ってしまうようなねそういうような部分にね一気にこう変わるっていうのがこういう一枚板とか、えー、一点物の,のこうもののねすごく面白い心がこう引きつけられてしまうね。ね えー、一つ、ね、大きなな部分かなと思いますね天然素材のものでもね、えー、エリートの、えー、板もねもちろんありますからねそういうふうなものはそれだそれでやっぱりねすごく素晴らしいものだし好みがね分かれるところでもあるんですけどねこういうのが好きな、ね、方もい,いると思うしそうですねやっぱりこうあの優等生ではないちょっとねこうはぐれてしまったものですけどねでもね本当に素晴らしい一枚になってるかなと思います。 市場でね仕入れた杉なんですけど出店されてた時には産地はね滋賀県というふうになってましたね滋賀県のね杉もまああの、まあ、植林の木じゃないのでね、えー、まあ過去もしかしたらどっかの時点でね植林されたのかもしれないですけど長年ね、えー もう200年とか、ねえー、それぐらい以上経つと思うんですけどそういうふうな、ね、ところこう山の中とか、えー、神社なのか、えー、お寺なのかね、まあ、そういうな長きにわたって育ってきた、ねえー、ものなので産地産地のブランドというよりはねあのやっぱこの木はまあ滋賀県の、えー、どこか、ね、琵琶湖の近くなのかね、えー、そういったところでこう育ったという,、ね、こうなんか思いをこう馳せるような、ね、感じに。この 板のねまた向こう側のねどういうところで育ったのかっていうのを想像しながらね食事をしたり、えー、コーヒー飲んだりお酒を飲んだりねして、えー、楽しんでもらえたらいいかなと思いますいい感じでね仕上がったと思いますご視聴ありがとうございます